株式会社ビースポークは東京都に本社を置く未公開会社である。ホスピタリティ業界において AI チャットボットソリューション、ビボートを開発、提供しており、会話型 UI、UX 及び NLP を得意としている。ユーザーは旅先にて自身のスマートフォンを通じて旅に関する質問をしたり、レストランの予約手配などの依頼をビボートにすることができる。 2019年現在、1000万人以上の訪日外国人がビボートを利用して多言語にて旅のサポートを受けている。ビボートは宿泊施設、空港、鉄道駅に完全特化した世界で唯一のチャットボットコンシェルジュである。現在、成田国際空港、東京駅、並びに数々の日本のホテルに導入されている。ビボートは、 世界で唯一の宿泊施設、空港、鉄道駅に完全特化したチャットボットコンシェルジュサービスである。現在、成田国際空港、東京駅、及び日本国内の複数の宿泊施設にて導入されている。微妙と毎日100を超える国、地域からの訪日外国人に、英語及び中国語で個々の質問への対応。 旅のヒントや情報を提供している。また同時に、ビボートは、海外からの旅行者に対応するために、新しい情報を学習し続けている。BE s p o クでは、NLP、タクソノミー、データベース並びに、チャットのフレームワークのすべてを自社開発している。ビボートは、BE s p o クが開発した AI により稼働しており、インターネットに接続されたデバイスであれば、種類を問わず利用できる。 ユーザーはサービス提供施設の Y、ファイネットワークに接続した場合、もしくは QR コードを通してビボートにアクセスが可能であり、ユーザーはデバイスに表示されるチャットを通じてビボートと会話をすることができる。ユーザーは滞在先の情報やガイドを取得するためにチャット画面を離れる必要はなく、ビボートがあたかも宿泊施設のフロントスタッフに代わって、 顧客対応をするようになってきている。ビボートがユーザーに表示しているデータは質問内容に応じて異なるソースから引用している。主たるデータは契約施設から提供されるデータ、BE スポークの自社データベース、パートナー会社のデータベース、そして API 連携からの情報となる。ビボートのユーザーと交わす会話はこれらチャンネルからのデータによってカスタマイズされているため、 Google では対応しきれない施設に特化した質問に対する回答が提供できるようになっている。株式会社ビースポークは2015年に綱川明美によって設立された。同年夏、東南アジアを旅行中だった綱川は従来のガイドブックには載っていない観光客向けのアトラクションではない非常にローカルな体験を楽しみたいと考えていた。考えてみれば 家族や友達に教わった場所や楽しみ方の方が記憶に残る経験になると思い、このアイデアがビースポークの原点となった。2016年2月にベータ版をリリース、同年春に東京にてビースポークとしての公式サービスがローンチした。当初、ビボートは宿泊施設向けのサービスであった。しかしながら2017年以降、宿泊施設以外への提供、 開発を進め、成田国際空港、JR 東京駅、京都市、タイムズカーレンタル、イズクレールなどに展開している。BeSpoke は、東京発の旅行業界に特化した AI ソリューションプロバイダー。AI コンシェルジュビボートは、日本で初めてホテルのコンシェルジュサービスを提供する多言語チャットボットである。ビボートは、 ユーザーに対して即時的に様々な情報を提供することを可能としている。それら情報は有名な観光スポットから知る人ぞ知る穴場などの特別なおすすめ情報やホテルのスタッフさえも知らないような旅のインフォメーションにまで渡り、またユーザーの要望によって飲食店の予約、手配までをも対応している。ビボートは歴史の長い老舗ホテルから ホリデーインなどのグローバルチェーンホテルまで日本全国の宿泊施設にサービスを提供しており、宿泊施設とその利用者の双方に真の旅の経験を楽しんでもらえるようにサポートしている。B ースポークは国際色豊かなスタッフによって構成され、日本の観光産業をリードすべく旅、観光に情熱を持った人たちばかりである。20名のコアメンバーの国籍は10カ国にわたり、 開発人の経験に基づいたプラットフォームの開発が、訪日外国人旅行者の旅をより良いものにしている。東京都渋谷区に本社を構える。B ースポークの初期の出資は、アーキタイプベンチャーズ、並び自社を IPO した佐藤隆弘、他、口刺激、高野秀俊、酒井進む、他数名によって実施された。B ースポークは、ホリデーイン、ソフィテル、 ニューオータニなど日本全国の有名ホテルにビボートを提供している。これらホテルを利用しているユーザーは外部リンクやアプリをダウンロードすることなくビボートのはチャット画面にアクセスすることができる。ホテルのウェブサイトにアクセス、QR コードをスキャン、もしくはいくつかの施設に導入されているハンディ、スマートフォンを通じて簡単にビボートを表示させることができる。 ホテルがビボートを導入することで、ユーザーは、館内や客室といった、施設情報の確認、同案内、周辺の、おすすめ情報の取得や飲食店予約の依頼などを、することができる。ビボートを導入するメリットとして、ホテルのフロントでの顧客対応、利用者からのクレーム対応並びに潜在的な不満の、顕在化、またオンライン上でより良い点数の口コミ投稿を、 ユーザーに書いてもらうことで、ホテルの稼働率上昇に貢献することが可能となる。ビボートは、成田国際空港にも導入されている。空港で最も聞かれている質問は、フライト情報、空港内設備の検索や、店舗などの施設の位置確認である。ホテルのチャットボットとの類似点としては、空港向けのチャットボットでは施設の FAQ への回答や、 道案内をユーザーに提供できることである。空港にビボートを導入するメリットとしては、旅客の利用満足度の向上、潜在的ニーズの掘り起こし、そして空港利用に関するフィードバックの収集である。2017年にビースポークは、チャットボットコンシェルジュビボートの提供範囲を日本の鉄道ハブである東京駅に提供を開始。ビボートの AI テクノロジーによって、 駅内の施設に関する FAQ、おすすめ情報や、同案内、誘導などが可能となっている。鉄道駅に導入するメリットとして、旅客トレンドの発見、駅の業務効率改善や、24時間の多言語対応などが挙げられる。B ースポークは、世界的な視点において、ホスピタリティ業界において、最も先進的な AI、チャットボット開発企業として認知されている。 日本においては、スタートアップ企業トップ100にも選ばれ、東京都知事主催のアクセラレータプログラムに参加する最初の企業となった。日本初の技術として AI 業界をおける高いプレゼンスを保持できていることは、社の誇りである。同時に、B ースポークは観光業界における会話型テクノロジーのリーダーである。空港、レンタカー。 ラグジュアリーホテル、鉄道駅などにチャットボットコンシェルジュを初めて導入した企業として国際カンファレンスにおけるチャットボットというテーマで多数の登壇で発表をしている。ありがとうございます。